皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年10月、訂正12月の9日、13時。本日、ちょっと、有馬警察署に行ってきたんですけども、まあ、その時に、まあ、教えていただいたのが、民事訴訟で、よほどのことがあれば、名前を変えれると、いうことでした。これはかなり昔からであると。まあ、朝倉さんという方に、教えていただきました。覚えていられるうちに、記録しておこうと思って、YouTube に、まあ、動画、撮影いたしました。アップロード、後ほどいたします。以上です。